京浜東北線209系、今回は星4、品川から大井町、嘘、品川からどこまでだ、分かんない、分かんない、まあいいや、まあいいや。で、駅数が多いので、まあ、ポイントで通せる感じですね。乗り換えです。まだこれ、止まるか、大井町、停車。続けてますね。止まんないですね。やっぱね、ETC 制限マイナス5キロぐらいがちょうどいいのかな。あったけど今回結構ギリギリだったしな。難しい、わからんな。ミスりながら覚えるしかないですかね。また攻略サイト見るとか。でも初見でクリアできなかったらダメなんじゃないの、こういうゲームは。だって運転失敗する前提でゲームさせてどうなのよ。まあいいのか。2番線電車が発車します。なんかバトゥンドだよな。ご注意ください。ます、ね、私はね、初見でクリアできる人もいるんだろうな。頑張ろう。出発進行、まあ、90キロですって。ここら辺出すのは簡単そうですね。行きましょう。さあ、75制限ですね。ちょっとブレーキ、大森停車。さあ、間に合うか。間に合うけど、装着だね、結構。いいのかこれで。いいのかこれで。なんか黄色信号もらそうな気がするんだけど、あんのかな黄色信号。この何、この路線 ATC でかかるのかな。勝手に何があるんだろうこの路線。まあいいや。まもなく蒲田、蒲田です。東急池上線、目川線はお乗り換えです。駅の方が、ここでかい、300m 前ね、蒲田300m 前、65制限です。多分、ね、信号は綺麗なんだけど、装着したらATC の制限が下がるんだと思います。ATC の制限90から60ぐらいになりましたね、序盤で。多分あれは元々じゃなくて装着したからじゃないかな。ダメだね。まあいいや、グッと取れなかった。さあ入ってきます。80キロで。川崎停車。20秒、結構余裕ありますね。止まらねえか。まあ止まったね。オッケーオッケー。さあ駅の次に乗ってきます。鶴見電車。フルブレーキングですね。あ、止まんねえかこれ。やばいね。いや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 、これはアウトっぽいな。さあ、崖っぷちですね。もう中間来ました。4分だけど、さっき X7 取ってなかったら10秒クラスなかったから負けてたな、完全に。まあ、そんな感じですね。いいな。新小安停車。新小安前何で動けよ。
ボーナスゲームってさ、どの路線で出てきてもやること変わらないってことは本当にボーナスですよね。取りやすいっていうか、はい、10メートル前ぐらいでベッキするといいと思うんだよね。スピード上げて12メートル前ぐらいでブレーキなのかな。フル加速12メートルぐらいでブレーキかけて10メートル前でフルにブレーキがきっちり8かかるようにすると、8ね、12でメートル前でブレーキを開始して10メートル前でフルブレーキ、2キロ3キロぐらい落としてそこから1メートル前にノッチ位置出してってってことは分からないですよね。でも一応やってるか、なんだっけ、フル加速する 12m 前だったらフルブレーキの8にブレーキをし始める。 10m 前で多分きっちり8になると、で減速が始まると、で数 m 前時速 3km あたりでブレーキを解除、で時速 3km、 2km でどんどん走っていくと、でなんだ連結地点 1m 前だったらブレーキングを1のち2んですか、ブレーキを強度1、2にしてスピードを下げていって、最終的に20センチぐらい前だったらもうほぼ0キロっていう状況にするというふうにすると、ちょうど9点ぐらいになるんじゃないですかね。東神奈川に60キロ制限、まあそんなに大した問題じゃないですね。しなきゃ、持ち時間があればいい。いいな。横浜駅前1045だったけど、ここ45キロ突っ込んでいるのかな、僕以外で。まあいいや、180メートル前ぐらいですね、横浜駅。そこで、45キロなんで、そこは気をつけてという感じで。ていうか、でも最後できればね、別にもう、大話でもいいと思うんですけどね。そこでちょダメか。止まりや。という感じで、ATC あるからそんな難しくないんじゃねって思いますね。はい。こんなに点数低いのは、さっきオーバーランしたからじゃなくて、スピード出るからね、そこからブレーキングポイントさえ見せらなければいいんで、まあ、75キロぐらいでホーム突っ込むと思えば、そんなに難しくないんじゃないでしょうかというのが、この路線に対する私の感想でございます。安全性の配慮はもう低い系は低いほど私嬉しい人間なんで、終わりという感じですよね。おめでとうございます。ハイスコアを目指してください。まあそんな感じでございます。終わり。